皆さんこんにちは。こんにちは。カネとコッフェです。今日は、フランスで宿泊しているエアビーの中を紹介したいと思います。友達と4人で今回借りました。ということで、ルームツアー開始します。カネさんよろしくお願いします。ボンジュール。なんかすっごい古いエレベーターがあります。移動するエレベーターは木でした。ちょっと光栄でしたが、ここからは閉めてからは、はい、どっちから行こう。じゃあこっちから行きましょう。はい、まず、はい、入って左がリビング。すげー、なんかね、この家住んでるらしいよね。うん、普段はね、普段は住んでいるらしい。住んでおられるところの、うん、出張か何か行かれている時に貸し出されているエアビーというシステムでございます。もう今ね、夕方のもう7時よ。7時、はい、なんですけど、10時ぐらいまで、もう7時3分なんですけど、10時ぐらいまでね、暑いんです、うん、この季節ね。もう夜がめちゃくちゃ短いっていうね。すごいよね。まだ昼間みたいでしょ。うん、もう7時だそうです。そうなんです。はい、上とかも、上とかも、そうね、そうね、そうね、もう疲れてるから口もあれ。上がね、壁側のここの繊細なこの装飾がさすがフランス、こだわりがなあるなっていうふうに思ってます。おしゃれな感じです。とてもアンティークで、なかなかこういうとこ泊まれないので、とてもテンションが上がっております。はい、続きまして、もうカレさんゆっくりしてるやん。はい、こんな感じ。こちらです。はい、私は何度かあったのかしら。ダイニングとリビングかな。そんな感じです。一回もつけてない、忙しすぎて。確かにちょっとハードでしたね忙しい。4日目なんですけど、うん、ちょっとね、毎日ね、忙しい。そうね、行くとこがね、たくさんあったから。よいしょ、こんな感じ。めっちゃ素敵ね。ね、なんかさ、カーテンとかもさ、柄だし、うん、下のカーペットも柄だし、いいとこです ね、 ね、なんか柄使いが多いんですが、でもまとまりがあるみたいな。この時計もすごい。はい、次は、次じゃあキッチン行きますか。キッチンとトイレ行く。キッチン、トイレ行こう。すごいね、こんな感じ、こんな感じ、イエーイ、こんな感じ。はい、ここがキッチンの入り口です。あらら、なんかもう、何食べてんの？メレンゲ、メレンゲ菓子。メレンゲ菓子、はい、なんかオーナーの方がね、差し入れしてくださって、フランスの、出てくれました、フランスのお菓子。すいません、ちょっとメレンゲと生キャラメルと、あとこれ何かわからんけど、多分キャンディ、キャンディか、そうね、はい、はい、キッチンはこんな感じやな。ここで基本的に夜は自炊してます。はい、なんか中庭も見えまして、すごいいい感じです。フランスって感じ。はい、お手洗いも一応ね、フランスの手洗いの事情を。日本との違いは何かありますか？うーん、まあオシュレットないのとか、これはまあそれを引いてね。そう、日本の昔のやつですね。あ、日本も昔そんな感じだったんや。うん、なんか古いのが、うん、古いのに、あの古いものの価値があるというか、大切にする文化みたいなんで。はいはい、こういう昔のタイルとかね。確かに、この辺もなんかすごい最新ではないですけど。確かに、これと日本やっていいと。確かに、長く使うことに価値があるっていう。そうね、今昔のやつは本当に長く使えず。寝室？寝室行こう。我々が今泊まっている寝室はこちらです。もうなんか事件みたいになってるやん。はい、寝てます。この壁紙がいいよな。うん。はあ、ここで癒されております。4日目。うん。ここも赤の照明と赤の鏡の枠と
赤色の上に装飾がされていて超おしゃれですね。うん、ここも暖炉やったかな、多分昔。ああ、下ちゃうか。確かに暖炉っぽい。ここも書斎だったのか。椅子と机があります。はい、クローゼットです。ほい、続きましてバスルーム。バスルーム行きましょう。今日はお友達が泊まってる部屋で。そうやな、ここつかへんかな、電気。あ、ここか。はい、はい、バスルームです。そうね、はい、まあ、こんな感じ、はい、ちょっと遠巻きで。で、ここにバスタブがございまして、こんな感じでバスタブが、はい、こういう感じで、あ、こんな感じです。浴槽も疲れます。ガラス張りです。ガラス張りです。うん、はい、そういう感じです。そういう感じです。はーい、じゃあもう夜ご飯食べよう。そうやな、だいぶお疲れなので、はい、ゆっくりします。はーい、ルームツアーできてよかったな。はい、ということで以上です。じゃあねー。はい、カレさん、ノートルダム来ましたよ。いや、ノートルダムの鐘は、はい、ディズニー映画で見たことはあるんですけども、おうおう、まさか実物に見に来れるとは思ってませんでした。確かに火災があったそうでね。え、あ、なんかね、あったみたいで中入れないみたいなんですけど、うん、めっちゃ綺麗ですね。うん、こうやって外側から見れるだけでも満足やな、うん、イエーイ。めちゃくちゃ綺麗です。めちゃ綺麗な、うん、すごい、都庁みたいにツインタワーになってますね。うん、うん、結局今日パリ最終日やけど何状態やろ。5日か。5日間全部晴れてくれたな。うん、装飾が綺麗ね。これ細かいとこがね、やっぱパリすごいですよ。確かに天才。確かに、うん、じっくり堪能しましょう。はい、はい、暑いのでこまめな水分補給しながら、はい、旅続けます。イエス。はい、それでは今から、はい、セーヌ川渡ります。思ったより小さいですね、セーヌ川。まあ、広いとこもあるんじゃない。カレさん、フランスでフランス料理食べて。そうですね、うん、うん、うん、日本のチーズパスタとはちょっと全然ちゃいますし、大きさ全然ちゃいます。日本のね、大盛りって言ってもね、こんなんなんですよ。うん、味はどう違うの？味？複雑なチーズ。うん、まあ、3種のチーズって書いてたからね。うん、こんな感じ。奥行きがある。うん。多分だ。うん。ボロネーゼめっちゃ美味しい。はい、コーヒーボロネーゼはどっちだ？うん。カネさん座ってんかなと思った。びっくりした。似てますね。シミラ。シミラ、シミラ。コーペチャマール。そうね。セーヌ川います。はい、今日もハートストッパーの聖地らしいよ。鍵つけてたこの辺に。そうですか。この前行ったエッフェル塔が見えます。真ん中です、これね。はい、これ、ビューティフォー、すごいね。はい、もう外めっちゃ暑くてデパート来たんですけど、うん、もうこれ750円ぐらいしますけども、もう買いました。美味しそう。デパートの屋上のね、フードコート的なところに来てます。美味しそう。あ、上手やな。乾いた喉を、ちょびちょび飲みます。めっちゃ美味しい。よかった。僕はなんかイチゴティーみたいな、なんか日本では飲めなさそうなものを買いました。見てか、めっちゃ美味しい。よかった。ちょっとくつろぎます。コベちゃん、フランスから帰ります。
ロンドン帰ります。すごいです。ユーロスター乗ります。じゃあね、バイバイ。Paris, oh Paris, tu es ma vie.